どうも、このまるです。きーたろです。今日は、我々が INI ブレイクザコードツアーの愛知公演2日目、昼公演に行ってきたので、そちらの感想、まあ、レポを言っていきます。まあ、まだツアー中なので、まあ、細かくやっていくっていうよりかは、まあ、全体的な感じとか、MC の雰囲気だったり、メンバーの感じとか、そういったところを中心にやっていきたいと思います。はい。まあ、なんですけど、まあ、セトリは出しちゃうので、まあ、ネタバレとか気になる方は、まあ、控えていただくか、ツアー終わってから来てください。何これ分からん。で、早速ですが、セトリがこちらです。よ。でさ、まあ、全体的な感じなんだけど、もうとりあえず、パフォーマンスすごかったよね。いや、そうだね。こんだけ激しい楽曲で、しかもダンスも激しいのに、踊り続けてたよね、みんなね。うん。いや、そうだね。うん。しかも結構なんかさ、なんか、曖昧にさ、MC とか入るけど、ほんと汗かいてたから。そうだね。ああ。もうガチのやつだと思って。ねえ、MJ とかさ、ジャケットをスタッフさんになんかスッて渡してたりさ、なんか気づいたら袖なかったりするから、みんなね、びっくりするね、あれね。わかる。あれタンクトップと思ったよね。タンクトップっていうかなんかね。そうそう。いや、そう。いや、まあさ、この、もう今さ、真冬真っ只中でさ、まあ会場海が近いからさ、すっごい寒かったじゃん。うんうん。天気はね、おかげさまでよかったんだけど、すっごい寒かったけど、なんて言うんだろう。もうステージ上ってかもう踊り続けてたらもう、すげえ暑いんだろうな、みたいな。いや、そうだね。いや、うん、しかも2公演やってんのすごいよね、1日にね。確かに確かに。そうだね。だから前日は昼夜ってやって、ね。で、二日目はまあ昼だけだったけど、そう。この激しいやつ2回回すの絶対無理くない？うん、確かに。あとさ、まあダンスもそうだし、生歌率も多かったよね。いや、そうだね。なんか、多分生歌のとこも上手いから、なんか正直私、あんま分からんくてどれが生歌で、どれが生歌じゃないかっていうのがね。ああ、確かに確かに。だってすごい激しい曲なのに、きょうちゃんめちゃくちゃ声出すからこれ絶対生歌じゃんみたいなやつとかあったりするからさ。うんうん、そうそうそう、分かる分かる。そう、もう見分けがつかないのよ、ちゃんと上手いから。本当に。うんうん、そう。いや、本当なんか、なんて言うんだろう、もうちょっと生歌感出るんかなって、なんていうの、悪い意味での生歌感、うんうんうん。そう、出るんかなと思ったら、そう、全然なんか違和感なくて、いい意味で。うん、そうそう。そう。ね。でも随所随所で、あ、これ音源じゃないなっていうのを感じたところあったから、うんうん、そう。なんか、めっちゃレベルアップしとるみたいな。ね、そうだよね。なんか、安定的ってことだもんね、基本的に。うん、そうそうそう。だからライブ、しかもこんだけたくさんやってるのにずっと安定的だから、それがマジですごいと思ってさ。うん、確かに。ね、結構な曲数やっとるしね、2時間半ぐらいね。いや、ほんとそうだよね。うん。あとさ、なんかちょっと思ったんが、まあ、MC 間に挟まるじゃん。で、MC の時さ、なんか、例えばさ、今まで見たショーケースとかさ、配信とかでは、もう激しいやつ踊った後でさ、はぁ、はぁ、みたいなさ、その、なんていうの、やっぱ息が入っちゃうっていうか、鼻息みたいな。どうしてもさ、うん、マイク的に、これヘッドセット的にしょうがないやつだったんだけど、ちょっとあれって思うこと多かったじゃん、結構配信とかでは。そうだね、うん。そう。だけどさ、なんかそういうのなくない？なんかマイクの性能良くなったんかなと思って。あー、マイクの性能そんな変わるんかね。そうか。うん。なんかその鼻息的な、なんかもう激しいの踊った後なのに、あんまりそういう雑音みたいな入ってないなと思って。うん。やっぱツアーだから、なんかマイクもグレードアップしたんかな、みたいな。でまあもしくは単純に体力がめちゃくちゃついて、一個一個曲を踊ることにそんなハーハーしなくなったとかじゃない？ああ、そっか。息ちゃんと整えられるようになったみたいな。か？ああ、まあ。うん、でもそっちの説もあるかも。うん。うん。なんかそこもね、なんかすごい良かったなと思ったとこだったよね。なるほどね。でさ、この、セトリ見てもらえばわかるけど、MC とか VCR とかってさ、まあ、いや個人的にね、好きな VCR だったんが、その10曲目と11曲目の間の VCR と、13曲目と14曲目の間の VCR が好きだったんね。うんうんうん。ああ、なるほどね。で、ちょっともうコンセプト、てか中身ちょっと言っちゃうと、その、まず、10と11の間の VCR は、すっごいかっこいい衣装を着てて。いや、まあそうね。いや、ほんと。いや、あれめちゃくちゃ興奮して、あれなんかもうライブの後超盛り上がったよね、あの衣装のことでね。うんうん。いや、正直、ママに出た時のような衣装って感じだよね。うんうん。そうね。そうそう、あれに近い感じのコンセプトの衣装で、それで、ただ、男が歩くっていうやつだね。マジで。いい男たちがね。そうそうそう。いい男たちが斜めに歩いたり、まっすぐ歩いたり、なんか立ってみたりしとる映像なんだけど、マジでかっこよくて。うん。いやー、マジで。超かっこよかったよね。じゃあ、声変。超かっこよかったよね。声。声でんかった、今。でさ、なんか、
まあ、そもそもね、この VCR の前のストライドの後、履け方が、なんか3人、5人だなって思って。うんうんうん。で、よくよく見たらその VCR 内がそういう分かれ方しとって、さっき履けたメンバー、うん、同じメンバー3人、同じメンバー3人、同じメンバー5人っていう感じで分かれとって、これユニットじゃないって気づいた時の自分の興奮。確かにね、ちゃんとあの、履けた時から映像、その後に出てくるユニットコーナーって、全部なんか繋がっとったもんね。うん、そうそうそう、うん。そう、気づいた時にすごい、もう隣の友達に、ユニットじゃんユニットじゃんってなったもん。そっか、そっかそっか。うん、ね。で、しかもさ、そのさ、VCR のかっこいい衣装のままユニット出てきたもんね。いや、そうなん、そうなん、そうなん。ねえ、ね。いいよね。いや、めっちゃよかった。で、そっちも爆イケだったのに、その次のさ、13と14の間の VCR がマジでまたやばくて。ああ、そうだね。パサード前の VCR もよかったよね。まあ、そもそもこのブレイクザコードのさ、まあ、コンセプトというか、ツアーコンセプトの、まあ、中身みたいなとこだよね、あれは。うんうんうん。まあ、あらゆる任務を遂行する方たちでね、あれはね。そうだね。うん、敵倒したり、うん、ハッキングしたりスナイパーしたりみたいな、だそのさ、なんかなんだろうね、すごい強さみたいなものを感じるところがとってもたまらないんですよね。そうだね。しかも俺結構セットとかさ、めちゃくちゃ金かかっとってるね、うん、いや、そう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 ね、うん、そう、個人的にあの西くんとリヒトのあの殴るやつ、殴るやつってかまんね、うん、あれがめっちゃ良かった。うん、あれ良かったね。あとか言ったりするやつね。そうそうそう。その後の MC でも触れとったよね。うん、そう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 。うん、いや、個人的にまずね、MJ がただ走るだけの、なんか逃げながら走るっていう MJ がいたんだけど、その顔がマジで俳優で、うん、いや、めっちゃかっこいいなってなったし。うん、めっちゃ強かったね、顔。いや、そうそうそう。で、あとやっぱね、マサギーのスナイパーが超かっこよくて、超かっこよくて。いや、そう、いや、そう、いや、そう、マジで超かっこよかった。いやね、スナイパーってさ、設定ってなんだかっこいいんかね。マジで。わかる。大正解コンセプトだよね。だってさ、うん、ちょっとさ、こう銃をこうやって構えて、こう覗くじゃん。その、うん、ね、合わせるために。その覗く姿がすごくかっこよくて、覗くって何みたいな。なんか覗くって尊いなってなったの。え、どういうこと？この目線をさ、標準合わせようとして頑張ってる目がすごくかっこいい。いやー、ちょっと待って、それ思い出せんわ。いやいや、もう。一応撃とうとしとったらいいか、まさには。まあそうだね、なんかそう、なんか銃構えてるのはすごい覚えてるよ。だから一緒に行った友達と、やばかったよねスナイパーとか言って、速攻スナイパー終わった後の話スナイパーの話だったんだから。いやー、でも確かにあそこはそれぐらい印象的っていうか、あそこはほってよかったね。でも、うん、いや、めっちゃかっこよかった。もうなんかね、変な癖が出そうだった、なんか、うん、もう出とるよ。出とるよ、もうおかしいな。いや、まだ言わせて。そこ私、うん、だからほんとここの VCR めちゃくちゃ好きで。うん。あと好きなのが、最後にね、まあ、なんか台座っていうか、こう、スイッチかな？ボタンを押すような場所に、カツカツカツってタジが、スッと来るんだよ。うん。なんかそもそも違う人がいて、なんかそこを、こう、なんか横を通るようにタジが急に出てくるんだけど、あの、タジが出てきた時のスラッと感がなんか、すっごいスーツにやっとって、マジで。そうだね。びっくりしたんね。なんか、タジのさ、スタイルの良さ、毎回びっくりするよね。いや、そう、びっくりする。なんか、すごいいい男が来たみたいな感じになって。うん。いや、なんならそこで結構みんな、へみたいな。タジやばみたいな。あ、結構漏れてて、周りも。ああ、確かにざわついてたかも。うん。いや、なんかね、オーラもすごけりゃ、やっぱなんか、スタイルもすごいし、うん。ね。そう、いい男性がやっぱ、なんかそういうさ、ちょっとかっちりした感じで、しかもちょっと悪そうな感じで出てきたら、それたまらんもんなのよ、本当に。そうですね。だからその、あの、いでたちにびっくりしたっていう話です、スタジの。本当に。いや、そう、てかでもすごい、この丸の記憶力に驚いてる、僕は。いや、あのね、私忘れとるよって言って、私結構覚えとるもんね、なんだかんだ。そう。俺ね、ほんと記憶力ないから、ほんとに辛いん、毎回ライブ行ってもすぐ忘れちゃうから。もう、なんで？すげえ記憶してたわ、じゃあ。そんな言われるんだったら。うんうん。しかもそれからのパスワードだからね、立ち始まりだからね。いや、そうそうそう。M っていうボタンをね、タジがね、こう、なんか見てて、まあ、押すかなんかかざすかちょっと忘れたけど、そういう感じだったよね。うんうんうん。で、M ってことは、みたいな感じで、I don't know myself. Need to find it. Pass my password. って始まるよね。ありがとう。なんか最近聞いたさん、これ好きだもんね。私も。そう。今の一番の入りな、俺。すっごいやらされるん、これ。あの雑談でうちら。バラさんでよ。でさ、
あの、VCR で言ったらさ、粉丸さ、結構かっこいいやつ好きじゃん。うん。で、俺さ、可愛いやつも好きで、あの、うん、最初の VCR かな ?1 の後の VCR かな ?Do What You Like の前か。そこのさ、VCR が、なんか、アイナイが子供になって、なんか、ミギーと友達になる方法みたいな。うんうん。もう、このね、韓国っぽいなってなったよね、この感じ。そう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 。バブーみたいな、なんかさ。そう。みたいなやつ。そう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 。ちょっと可愛い感じになるやつね。そう。あれもね、たまらんかったよ。そうだね。いや、そうだね。最初何が始まるんやろなと思ったらさ、意外とこう、なんか楽しく見れるやつだったよね。うんうんうん。しかもさ、その、結構二人二人三人とかさ、結構ケミ的、ケミっていうか、なんかペアとかに、三人とかになって、なんかやっていく感じ。うんうん。うん。なんか雄大とリヒトとかさ、西君と MJ とかなんかそういう感じで。すごい細かい、ほら、記憶力ないからさ、ちょっとあんま記憶薄れとるんだけど、なんかとりあえず可愛かったな、みたいな。もう、待って待って、あんなたくさんあったにそれしか出ないね。ちょっとおもろ。そう、ちょっと許して。一応覚えてるのは、まずヒロムとさ、タジがさ、すごい一緒にお遊戯みたいな、お歌歌っとったよね。ああ、そうだ、そう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 、歌歌っとった。踊りというかね、体操というか。うんうんうん、可愛かったわ。ね、だし、あと、でもやっぱね、みんな、わーみたいになってたのは、私が覚えてる限り、やっぱマサニーのとこだよね。ああ、マシャタクね。マサニーとタクミくんのとこだ。いや、そう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 。うん。なんか天然とふわふわコンビみたいな、なんていうの、なんかさ、うん、うん、そういう設定のまま、より子供になった、幼児化したみたいな感じだったから、うん、ただバブイだけみたいなさ、やばかったよ。そうだ。しかもその後 MC でいじられとったよね。なんかさ、なんかマサニーが結構なんか、子供っぽくやったら、みたいな。うんうん、意外とみんな普通だったみたいな。そうそうそう、振り切ってやってたもんね、まさに結構。そう、まさに結構子供見出してたよね。うん。しかもさ、その、なんだろう、映り的にも、ずっとこっちを見る、じーっと見る、なんでなのみたいな、なんかそういう甘えたような感じの表情をしてくるっていう場面が超多くて、うん、本当にみんな息を飲んでいた、周りは。やばい、俺結構集中したとか、周りまで感じられんかったけど、やっぱそうだったっけ。うん、めちゃくちゃもう周り、はぁ、みたいな。お友達になりたいねみたいな、そうそうそうなりたいみたいな。もうそうだよね、ミニとお友達になる方法の映像だから、鳴らせてよ、うん、みたいな。うん、そうそうそう、そういうやつだったよ本当に。うんうんうん、確かに確かに。そのバブイだから、なんかそのバブイ後に Do What You Like か、なんかアルバムの曲だよね。うん、うん、通称 Do What You Like だよね。ドゥワチュラ、そうだ、ドゥワチュラ言ってたな、MC でね。ドゥワチュラ、たくみくんがね、発案したらしくて、略してドゥワチュラって。いくまで言ってとかって言われてたよね。言いづらいよね、逆にね。そうそうそう。でもこの曲いいよね、私曲自体結構好きで、アルバムの中でも。うんうん、そうだね。なんかちょっと、アルバムの中では可愛らしい曲だもんね。でもちょっとおしゃれな洋楽っぽい感じで。うん、あ、そうそうそう。それの雰囲気があって、とても良かったなと思って。うんうん。で、まあ、セトリ的には、まあ、1曲目ロケッティアで、なんか、何の曲やるかねってさ、行き、道中で話してたけど、なんかロケッティアかねって思ってたけど、うん、やっぱロケッティアだったね。いや、そうだね。うん、なんかまあ、あの、今から始まるぞみたいな VCR だったから、まあ、そういう、うん、なんか、ふさわしい感じではあったね、確かに。うんうん、そうだね。やっぱり、記念すべきデビュー曲だしね。うんうん。まあ、でもそもそもこの1、2、3のところはさ、もう、明らかに盛り上げていけ、ね、盛り上げていくぜのやつだからね。うん。そう。ほんと最初から激しいの畳みかけてきたもんね。いやー、ボンバルダが低い低い、みんなのボンバルダ、ボンバルダ。わかる。わかるわかる、わかりにしかない。ね、ボンバルダってさ、やっぱめっちゃ私好きだから。ボンバルダめっちゃ、そうだね。ドゥイナ、ドゥイナーだもんね。なんかそれがね、ほんと生で見たかった曲でもあったから、見れてすっごい嬉しかった。うんうん。そうだね。うん。私やっぱ1、2って興奮しとるから、こう見るってよりはわーわーないよ。わかる？うんうんうん。そうだね、そうだね。まずはもう出てきた感動みたいな感じだもんね。いや、そう、いるんだ。え、でも、うん、いるみたいな、なんかさ、まだ、ちょっと若干透明だから、うん、みたいな感じの狭間。1、2。なるほどね。メインステージだったもんね。そう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 。うん、で、なんならまあ、言わせてよ。やっぱさ、4、5のエモさね。わかる。ね、いや、私さ、これファンミとかでやったんだよね。前。うん。そうだね。一番最初のファミリーやったね。で、確か私も配信で見たんだけど、こう、INI バージョンっていう、なんか記憶がやっぱちょっと薄れてきとって。うんうんうん。で、まあ、今回初めてこうやってステージ見て、もう、なんかすっごい感動して、特に5に関しては、やっぱほら、いろんな思い出が蘇ってちょっと泣いたよね。
やっぱり、なんか、うん、なんか、その、こなまると、その、友達がさ、連番で、で、僕は一人で見てたんだけど、うん、絶対ワンでこなまる泣いとるだろうなって思っとった。なんでわかったん泣いとったよ、本当に。そう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 。いや、でも本当、いや、ここは本当、ゾクッときたね。うん。うん。ねえ、一つになった、だから、レッサルファイル。やばいな。やばいやばいやばい、ちょっとやめてやめてよ。わかる。そう。いや、確かに。しかもやっぱみんなまた上手くなっとるね、ダンスね。うん。で、さっき言ったブーシャローもまた挟んで、6、7、8で、まあ、可愛いパートかな、どっちかっていうと、みんなで、こう、楽しい、うん。ちょっと楽しい感じの。うんうん。そうだね。可愛い感じだよね。うん。そうだね。あのさ、出っ張ってるあの M ステージだっけ、うん、うん。うん。あそこの周りとかにさ、メンバーが散らばって、なんかファンサしたりとか。うんうん。あとはさ、そのアメーズミーでは、でっかい風船飛んできたよね。なんかいっぱい。うん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 。来た？こんかった。え、私もこんかった。全然こう、あーみたいな。あーってなった。触れんかった、こんかった、こんかった、だったわ。うちもこんかった、こんかった、だって。ね、低いんよ。ねえ、そうね、触りたかったけど、まあ、触れず。まあ、遠くからね、見守ったけど。うんうんうん。でさ、まあ、MC パートだけど、ごめん、あのさ、多分最初の MC だよね、ここじゃなくて、多分3曲目の後の MC かな。うん、結構みんなで挨拶してとかだったけど、すごい印象的だったのが、まあ、たけるくんが、後ろの方の人、みたいな。うんうん。なんか真っ先に言っとって。わかる。ね、そういうとこって思ったよね。うちらそういうこと言う人全員好きじゃん。本当に。そう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 。本当に。うちはそこへのさ、あの、そこをめっちゃ重要視するからね。そう。あの、ライブ力強い人そういうとこだから、マジで。うん。そう。たけるくんが多分ね、順番的にもたけるくんが最初だったよね、挨拶ね。端っこだったから。うん、うん。で、たけるくんが真っ先に言ってて、うん、そう。ありがとうってなったよね。いや、でも本当そう。なんか、しかも結構1回や2回じゃなかったよね。結構言っとったよね、たけるくんは。そうそうそう。断るごとに言ってくれてたよね。うん。やっぱ、なんか、すごいよね。配慮っていうかね。うん。うん、竹千代やばいよね、なんかね。で、いや、たけるくんやばいよね。やばい。いや、うん、てかもう、うん、やばい。ねえ、やばいしか言ってないよ。最近マジなんか、ね、波来とるよね。うん。ね、真面目なんだろうね、本当に。なんか、人のことも考えるし。ね、なんか、ストイックだしね。そう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 。まあ、あとで、ね、ちょっと最後の方の MC もね、ちょっと触れたいけど、たけるくんに関しては。確かに。で、なんか MC で個人的に面白いなと思ったのが、雄大が、なんか、僕今回のツアーのためにコンタクトの度数を 2.25 から 2.75 に上げましたみたいな。うんうん。言っとって、なんかさ、俺さ、こなまるにもさ、多分普通に雑談で言ったと思うけど、俺も眼科で度数上げたんよ、ライブ前に。うんうん。そう、一緒って思って。キータロさんじゃんって思ったもんですもん。そうそうそう。それ聞いて、雄大言ってるやつ聞いて。そう、ちょっと嬉しかった。めっちゃシンパシー感じた。だってライブ終わった後すぐそれ撮ったもん、聞いたらさ。やめてよ、恥ずかしい。そうそうそう。そこなんかほっこりってか笑いポイントだったわ。確かに。あとはなんならこの3、4の間の MC だとさ、あのウェーブしてたよね。ウェーブやりたいみたいな感じでね。横やら、後ろからやら、なんか波めちゃめちゃ作るやんってなっとったよね。あー、そうだそうだそうだね。ペンラをね、なんか緑色のペンラパーって上げてね。うんうん、うん、そう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 。そう。いきなりだったよね。なんか結構。うんうん。そうだね。確かにウェーブって大体後半とか、なんかね、中盤とかそういうイメージはあるね。うん。え、3曲目終わってすぐやんのみたいな。確かに。まあでもそこでね、ちょっとなんか一体感みたいな感じられて、ちょっとそれは良かったかな。そうだね。メンバーももしかしたらここしかないぐらいの勢いだったんかもしれないね。タイミング的にも揃ったんかもしれんね。うん。で、まああとセトリに戻って、なんか Q のブライターでさ、なんかフェンファンがさ、後半あれ、なんか目立つっていうか真ん中に来て、なんかフェンファンの前が始まるじゃん。懐かしい。やめて、それさ、昔さ、MV の時やったよね、言ったよね。フェンファンの前。うん、ちょっと同じこと言っとる？ちょっとあんま覚えてないんだけど、そう、わ、これ、あれじゃんとはなったよ、さすがに。そうだね。確かにブライターもなんか久々に見た感じするもんね。うん。うん。そう、ここ結構そのブライター、ストライドでさ、ちょっとなんかミディアムっていうか、うん、ちょっとしっとりみたいなパートでさ。で、ストライドさ、僕好きなんだけど、そのストライドってさ、ヒロム始まりなんよ。ヒロムが一番前に来て、後ろにパパパって走ってくんだけど、ちょっとね、残念だったのが、そこヒロムアップ抜かれんかった。悲しい顔してる。もう、それ、すごい好きなんその顔見たかったに、ちょっとそこの時ね、スクリーン映らんくて、ちょっと残念だったんだけど、でもストライドはめっちゃ良くて、あの、うんうん、あとかさ、あの、まさにが一人で踊って、みんなが後ろに並んでて、みたいなとか、そこなんか出っ張りでやってくれたじゃん。ああ、そうだね。うんうん。だからそれ見れてめっちゃ嬉しかったわ。確かに。
そこなんか、てかこのさ、この9と10めっちゃいいよね。ね、そう。なんか、いいよね。なんか結構さ、そのブロックごとにさ、コンセプトっぽいのがある感じがいいよね。激しいとかさ、エモい、かわいい、でなんかちょっとしっとり見せるみたいな。そうそうそう。すごいなんか見せられた感あったわ、ここら辺。ね。で、以上でね、今回はここまでということで、もうね、半分。うんうん。やっぱり分かれます。そうだね。いけるかなって言ったらいけんかったね、うん。そう、一個にまとまるかと思ったけど、話し始めたら、いざ話し始めたら、そんなわけにもいかなかったね。本当だね。うん。そう。ね、まだまだ後半さ。結構、その、次は11曲目からだけど、もうユニットとか、後半激しいのがね、畳みかけてくるから。まあだからさ、ツアーレポの後半戦が楽しみだよね。そうだね。